今日から外国人観光客の受け入れがおよそ2年ぶりに再開されます心待ちにしていたのは国内の観光業界だけではなく韓国やタイそしてイギリスなど世界中の人々でした天井員付きのパッケージツアーでの観光客の受け入れを再開いたしますいよいよ今日から始まる外国人観光客の入国再開 添乗員付きのツアーに限られますが、観光客の入国再開は実に2年2ヶ月ぶりとなります。待ちに待った日本旅行に海外の人たちは。北海道で札幌のカレーや本場のラーメンを食べてみたいです。今は円安なので日本旅行のために日本円にいくらか変えておきました。 先月発表された117の国と地域を対象とした観光魅力度ランキングでは日本はフランス、スペインといった観光大国を抑え初の1位を獲得高まる世界からの注目度が観光再開を後押ししていますヨーロッパの観光大国がひしめく地中海 その西の橋、イギリス領ジブラルタルで暮らすラッセルさんは鉢巻きを締めて日本への愛を語ります私が訪ねた中で最も美しい国に住める日本の皆さんは本当に幸運です日本を再び訪ねて観光したくて仕方がありません8年前に団体旅行で初めて日本を訪れ 美しい観光地や日本人の親切さに触れて瞬く間に日本に恋に落ちたというラッセルさん今までなんと14回も来日し日本の魅力を自身の YouTube で発信してきました私のように実に多くの外国人がもう2年以上日本に行きたくてうずうずしているのです。 この美しい国をもっと探検したくてたまりません入国の条件などを詳しく調べ日本への旅行を考える人々にも情報を提供しているというラッセルさんしかし今回のような内容の観光再開ではまだ不十分だといいます 情報がほとんどないのです旅行会社すら状況が分かっておらず混乱しているようですそして一番大きな問題はどこの国からかにかかわらず個人旅行者を入れないことです。 そのせいで多くの旅行者が旅行先を日本から韓国などに変更しています今は円安なので多くの旅行者はいつも以上にお金を使いますだから私たちに日本でお金を使わせてください日本に入れてあげてください